せーの、ルンルンどうも、シャルンでーす。はーい。今回はですね、せーの、じゃらーん。こちら、シーンのビューティーライン、皆さんご存知でしょうか？最近ね、私もちょくちょく見るようになったんですけど、コスメだったりとか、なんかこう、ビューティー系の商品がたくさん売られるようになったんですけど、今回はその中からですね、いくつか気になるものを購入しましたので、皆さんにご紹介していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート！パパ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 このリボンめっちゃ可愛くないですか？これ今日シーンから届いたんですよ普通に動画で紹介しない時もいろいろ買ってるんですけど、これめっちゃ可愛い。それでは紹介していきましょう。これはな、あ、一番気になったこのでっかい箱から紹介していきます。ハサミを持ってきました。開けますわよ。なんか最近さ、地味に熱くない？動画が公開される頃にはもっと熱くなってるかもしれんけど、最近めっちゃ熱くなった。まだ冬かと思ってたのに気づいたらね。お、ついに、じゃーん。商品番号とかそういうのはいつも通り編集でどうにかしますね。じゃじゃーん。こちらカラコンケースとなっております。すごくない？めっちゃいいなと思って買ってみました。これちょっと入れてみます。カラコン、カラコンさん、すごい。こんな感じで入りました。カラコン、もっと満帆になるようにやってたら見栄え良かったかもしれんけど、でもマジでいいです。本当にいっぱい列があるからいろいろ入れれるし、ぜひ皆さんもゲットしてみてください。これめっちゃいい本当に。そして次に、じゃん、これはなんだ、せーの、パン、アイシャドウパレットって書いてある。自分で選んで頼んでるんですけど、ちょっと忘れちゃったりとかするのでね、お許しくださいわあすごい。どうなんやろね、発色とか。手に塗ってみます。え、でもめっちゃラメ可愛い。うわ、なんかさ、いい意味で見た感じと発色が違う感じ。一見さ、すごく暗そうな色に見えるじゃないですか。でも実際手に塗ってみるとめっちゃ可愛い。色鮮やか。なんかピンクとか。伝えるの下手くそでめっちゃ申し訳ない。けど、超可愛いよ。そして次、せーの、じゃじゃーん。ブラシです。これめっちゃ良さそうと思って。私初めてシーンで買い物したのが確かブラシだったんですよ。それがめっちゃ良くって、当時ずっと使ってて、今でもたまに使ってるようなブラシなんですけど、シーンのブラシってなんかいろんな種類あるんじゃないですか。なのに安くて、なので今回もちょっとそれに似たようなブラシを買ってみました。面積が狭くて線引くのとかに使いやすそうなやつ。あ、伝わりますか？ほら。そして次に、せーの、じゃじゃーん。これはなんだ？シーグラム。合ってますかね？これもアイシャドウかな？せーの、パカーン。あ！そうだ、頼んだこれ。これはコンシーラーですね、皆さん。ここにこういう色を入れたら顔が明るくなるよ、みたいなあるじゃないですか。それをやりたくって、シーンにこんなあるんやと思って気になって買っちゃいました。ブルベとかイエベとか。面白そうじゃないと思って頼みましたえ、ちょっと何かどっかに入れたい。ちょっと調べるわ一回。グリーンは赤みカバー効果があるから小鼻に、赤ニキビとかにも良さそう。私今さ、ここにニキビあるからさ、緑塗りましょうかね。あ、すごい。昔100均とかにこういうのあったやん。だけど全然色つかんくってさ、こんな綺麗につくの？びっくりした今。もうこれちょっと私メイクアウトにやってるからさ、ちょっとダメかもしれんけど、なんかちょっと青くなっちゃったなやっぱこれあれですね、下地の時点でちょっと仕込むべきだったわ。ごめんごめん、ちょっと見なかったことにして。カット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 。これをね、馴染ませるためにもスポンジが必要ですよね皆さん。あります。せーの、じゃじゃーん。あ、こっちだった。これやばそうじゃない？メイクの時にスポンジ使うよっていう人多いと思うんですけど、なんか最近さ、入れ物付きっていうのめっちゃ多くない？超便利やなと思って今回シーンで見つけたので買ってみました。水とか含ませるんかな。やば、えぐい、超プリプリ。私が今中学生でこのスポンジを手に入れたとしたら、絶対にこれスクイーズ用に使ってたと思う。多分ケーキとか作ってたと思うちょっと濡らしてきます。すごい、水に浸したことによってなんかプニプニ感、弾力感がやばい。めっちゃ変わった。というわけで、さっきのこの青くなってしまったコンシーラーを伸ばします。あ、ちゃんと地に戻ってくれました。地に戻ってくれた。でもちゃんと馴染んだ馴染んだ。旅行の時とかめっちゃ良くない？メイクポーチの中でさ、濡れたりとかしないからさ、ケースついてると。そして次、せーの、じゃじゃーん。これかな、どっちだっけ。私楽しみすぎて動画撮る前にこれ開けちゃったんですよね。これマジで可愛い。なんかスタンプペンみたいな、顔用のスタンプみたいなやつなんですけど、こっちが普通のアイライナーになってて真っ黒ね。でこっちがハートになってんの。めっちゃ可愛くない？ちょっとこれ今顔にやってみますね。じゃじゃーん。めっちゃ可愛くない？普段からできますかって言われたらちょっとそれは分からんけど、ライブの時とかさ、イベントの時とか文化祭の時とかさ、めっちゃいいなと思って。超可愛いこれ。そして次、せーの、じゃん、開けます。なんかさ、記憶がないからさ、福袋みたいな感覚になってんだよね。自分が選んだけど福袋みたいな。あ、え、
すごい、これ、え、色がすごい。え、これは多分涙袋用に買ったラメな気がする。ちょっと一回手にやってみますね。わお、え、見える？ほら見えるよね。やばくない？超キラキラしてる。シーエン。いろんなこと喋りたい。え、これ別にメイク落としじゃないけどさ、さっきアイシャドウ消えたんすよね。これ全然消えない。ほら、すごい。そして次に、せーの、じゃじゃーん、カラーブルームリキッドブラッシュチークですね。私リキッド系のチークめっちゃ好きなんですよね。なぜかって発色がいいから。パウダー系のやつもいいんですけど、なんか調節難しくないですか。リキッドの方が伸ばせるし、ジュワって感じするし、お気に入りです。いきますよ。ハート軽く手で伸ばして、いや、天才だな。ツヤ感もあって可愛い。そして次に、せーの、じゃじゃーん、これ私1本で届くかと思ってたの。そしたらまさかの3本セット。なんてお得なの。グリッターですね。やっぱりグリッターってなんぼあってもいいですからね。皆さん、この子たちの色の名前はあるのかな。スターライトとセレスタル、トゥインクル、あ、トゥインクルやめました。お、結構チップしっかりしてる。うわ、可愛い。思ったより結構水っ気がある感じ、みずみずしくてちゃんとキラキラしてる。かわいい。伝えるの下手くそで申し訳ない。そうそうそう、こんな感じこんな感じ。うわい、超キラキラしてる。そして次に、せーの、じゃじゃーん。よくさ、なんか良い子は真似しないでね、この人は特別な訓練を受けてますみたいなさ、あるやん。それってほんまに受けてるんかな。絶対受けてないよね。急に何の話？お、なんだこれは、コンシーラーかな。じゃん。うお、え、なんかすっごい良さそう。結構明るめの色を私は選んでますね。うお、コンシーラーって結構さ、大事じゃん。ベースの中でも。その日の肌の調子を決めるやん。パッサパサになるコンシーラーとかやったらさ、うわ、今日ダメやなってなるしさ。ちょっと、みずみずしい感じで、ちゃんと馴染んでくれたらさ、お、めっちゃいい感じってなるけど。どうでしょうか、これは。今、手に取ってみました。ちょっと、伸ばしてみます。うお、綺麗に馴染んだ。ほら、ここだけなんかワントーン明るくない？え、すごくない？すごい！このコンシーラーめっちゃいいかも。でもしっかり化粧前とかに保湿はちゃんとしていた方がいいかもしれない。次、せーの、じゃん！これはリップでしょ、絶対。せーの、ポン！かわいい！さっきのチークと似てる。ほら、なんか同じ種類か。私さ、めっちゃイエベなんですよ。イエベなのにブルベみたいな色をすごく好むんですよ。だからちょっと今回もね、めっちゃブルベみたいな色を頼んじゃったんですけど。かわいい。あんまりこういう色って普段塗らんけど、馴染む系の色。なんていうの？元々の色があるから本当に伝わらんけど、マジでかわいい。めっちゃおすすめかも、これ。かわいい。そして次、せーの、じゃじゃーん、こちら。何って思いますよね。これです。定期的に前髪の切り方をね、動画で出してると思うんですけど、その時にラップをね、ここにつけて、目に入らないようにとか、顔につかないようにっていうのをしてるんですけど、これはね、こうやってやるだけで切れるんですよ。めっちゃ良くない？なんかレビューとか見てたら、前髪固める時のスプレーとかをやってますっていう人もおったし、前髪切るのにもいいなと思って、今回これを買ってみました。せーの。やー！せーの。じゃじゃーん！コスメを入れる箱を買いました。イエイ！ミニ冷蔵庫みたいじゃない？かわいい。出ておいで。すごい、なんかタイムマシーンみたいな、なんか次世代型の何か機械っぽい。ここに引き出しもあります。で、ここが開くといった感じです。では入れてみます。もはやカラコン粉が入れるのか。あ、めっちゃいいやん、ね、なんか高さのあるコスメとか入れてもいいと思うし、こっちにはアイシャドウとかカラフルになれるコンシーラーとか入れて、下にはコンシーラーとかリップとかグリッターも入れて収納。え、めっちゃいいじゃん、これ。コスメ収納。ぜひ皆さんもぜひ、ぜひ皆さんもぜひ、ちょっとおかしいけど。はい、というわけで今回はですね、シーンのビューティーラインの商品を皆さんにご紹介してみました。イエーイ。いかがだったでしょうか。私的にはマジで新しい発見っていう感じだったんですけど、発色も本当に良かったりだとか、このラメがめっちゃキラキラしてて可愛いとか、これとかもね、ほんまにいいなって思ったし、今回はめちゃくちゃいいものに巡り合えて本当に良かったです。今回もですね、シーンさんからクーポンコードをいただきましたので、皆さんにご紹介します。今回は SNC6161 でございます。このクーポンコードを使ってぜひ皆さんお買い物してみてください。というわけで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルルー。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントお待ちしております。バイバイ。
Thank you.